酸強胃腸薬は胃を爽やかにする和漢薬、消化を助けるタカジアスターゼを配合。胃腸頑張ってね。お楽しみはこれからだ。新酸強胃腸薬よく効きます。カメラアクです。元気ありますね。はい、あのサマーコンサートのために、合宿をやってらしたんですか。そうなんです。あの広島県は、あの福山っていうところの、あの宮古の里っていうところで、あの7月16日から24日までずっと合宿を行ってました、うん、今その元気あり余ってるところを見ると合宿も相当なんか一生懸命やったけどさらに活力があり余ったとかそんな感じじゃないですか。今とっても平気ってます。そうですか。元気です。あの昨日からいよいよコンサートが始まったんですか。昨日からじゃないのかな。はい、あの昨日の初日だったんですけども、沼津で行われまして、いかがですかそちらのコンサートは。はい、あのおかげさまで無事終わりました。あ、そうですか、はい、よかったですね。あの河合奈子さんは体細いですけどね、でも芯が意外と強そうじゃないですか。体の方は、はい、あの夏バテなんかしないでしょ。うん、大丈夫です。体が細いって言われて今嬉しかった。嬉しかった。いやいやいや、いや、あの私陣内と申しますが太ってるもんですからね、せめて可愛いな子ちゃんぐらいに細かったら羨ましいなと思ってつい言ったんですけれども、でももうね元気あり余って夏バテなんかもう全くないという感じでね、あのコンサートの方も頑張ってください。頑張ってください。あの合宿の様子をですね、この後こちらの方で VTR で流しますので、はい、ね、本当に頑張った模様皆さんに見ていただきます。どうも今日はありがとうございました。ありがとうございました。失礼します。はい、それではお知らせの後ですね、その合宿の VTR の模様です。皆さんこんにちは、河合奈子です。私は今広島県は福山市にある、福山からちょうど車で20分ぐらいのところにあるんですけど、弥勒の里というところで、今合宿中なんです。7月の19日から7月24日までなんですけれども、今バンドの皆さんそしてスタッフの皆さんと毎日厳しいリハーサルを続けています。コンサートのツアーが7月の25日から8月の28日までずっと全国18カ所回るんですけど、ぜひともそのツアーを成功させるためにこの合宿も一生懸命体を壊さないように日夜頑張っているわけですけれども、今日は皆さんに奈子の合宿風景そしていろいろ普段どんなことをしているのかなっていうことを皆さんに見ていただこうと思っています。それからですね、この間7月の23日に、これはハワイでね撮ったばっかりの写真なんですけれども、5月の終わりにずっとハワイに行ってて、その時に写した写真ばっかりなんですけど、いろんな写真があるんですが、これは買ってから見てくださいね。ああなんか落ちた。中にはねこれすごいやっぱりハワイっていう感じでね、青い空がとっても綺麗ですけれども、ここに、サインをしておきます。じゃん、はいはい、このサイン入りの写真集を10名様に差し上げたいと思います。もしご希望の方は欲しいっていう風に書いて、どんどん申し込んでください。それから、皆さん待望の夏休みですけれども、これから夏バテなんかしないように、お友達と海や山へ行って素敵な夏休みを過ごしてください。私も、一生懸命頑張ります。目覚めた朝がブルーな日は思い出にくるまりうとうとするのよ。光のシャワーが優しく誘うのに、こんな日は一人ぼっちよく似合う。忘れてたあの人が浮かんでくる。恋の
気分胸の奥に住んでるいたずらなエンジェル気まぐれ半分恋は七味そのせいよ胸騒ぎするなと決めき秘密誰もいな最初は片思いなの風に飛ばして送れば気づくかしら秘密誰もいな言葉に立てずにいるのそうよ恋は夏の日のシャボン玉朝7時起床今日もとってもいい天気です今日は何を着ようかな送れば気づくかしら秘密誰も見ぬ言葉に立てずにいるの8時朝食です。今日のメニューはご飯そしてあさりのお味噌汁と梅干しそして海苔そしてほうれん草のおひたしとたらこを食べました。とっても美味しかったです。9時宿舎を出発。宿舎は海のそばの山の上とっても見晴らしのいい場所にあります。ここから稽古場まで車で15分ぐらい。スタッフと一緒にバスで出発です。10時午前中のリハーサルは第1部オープニングを中心に行いました。してみました。初めてにしてはうまいでしょ。どうですか。午後1時午後のリハーサルはショーのフィナーレを中心に行います。一宮先生スタッフたちとの打ち合わせも綿密にします。
こういう風に、ね、デビューして3年経って愛は限ろうみたいな曲をこういう風に歌えるようになったんですよっていう風に、なおかつ意思表示なんです、これは。Thank you.